おかえりなさい。これはどれにするんだ。物語を進めるんだな。大道寺水産、さあ補習と行こうか。行ってこいよ。いでよ、結界の迷惑に従い我のもとへ来たれ。三上、巨大妖魔か。相手にしてたら道元が逃げちゃう。何？大道寺先輩、鈴音先生、ここは我らが引き受ける。あなたたちは道元を追って。でもここで道元を逃がしたらさらなる惨事が起きてしまう。だからお前たちに任せる。任せても構わないな。私たちを忍びとして信用してくれるってことか。よし、アスカ行くぞ。私たちに任せてください。頼もしく育ったものだな。当たり前よ、キリア先生と私の教え子なんだから。そうだったな。リンさん、忍びとしての腕はなまっていないだろうな。本当の戦は授業とは違うぞ。あら、私に負けて体育館の裏で悔し涙を流していたのは誰だったっけ。あれは汗だ。我が涙など流すわけがなかろう。そもそも凛さんとの決着はまだついていない。そうね、ちゃんと決着はつけないとね。だがその前にこの巨大妖魔を何とかせねばな。ええ、行きましょう大道寺。いざ滅散。いざ真紅の道に舞い散れ。リンさんと肩を並べて戦えること嬉しく思うぞ。ええ、私もよ大道寺。でも妖魔退治は早い者勝ち。もたもたしていたら私が全て手柄をもらうわ。そうし、そうはさせぬわ。豪無かき妖魔よ、滅せがいい。世界に愛と平和を、ラブ&ピース。天地明の螺旋曲、天地戦乱猛虎剣。向きがよし、せっこれが忍びだ。天地雷神竜巻拳、絶空王将戦。神の技試してみるがいい。これ絶空王将戦、これが力だ。我が豪剣、悪鬼の内側を押す。速さが足り、やっ、我が金の翼、
楽しませてくれるわ。天地明の裏千脚、我が剣撃、大地を焦がす。我が絶句、悪鬼を褒める。我が絶句、万物を打ち砕く。天地雷神流玉拳、天地雷神流玉拳。さすがだ大道寺。決着はまたいつかつけよう。召したな。安心するのはまだ早い。まだまだ周囲から妖魔の気配がする。面白い。ようやく体が温まってきたところだ。いくらでも召しようぞ。さあ、ここは我に任せてもらおう。リンさん、ウヌはアスカたちを追ってくれ。え、あの子たちに任せたのでは。道元は手だれだ。何をしてくるかわからん。アスカやホムラたちにはまだ死んでほしくないのだ。奴らは時代の担い手、新時代の忍びだからな。わかったわ。でもここの妖魔はどうするつもり。無論我が全て引き受けよう。この数の妖魔を相手にいくらなんでも無茶よ。案ずるな。我は死なん。ウヌとの決着がついていないのだからな。わかった。私は大道寺の力を信じる。でも死んだら絶対に許さないから。我こそが大道寺、武を極めし者なり。さあ来るがいいよ。少し腕が鈍ったか。